歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが自身のブログを更新。この日、海老蔵さんは今回の始球式で一番大切にしたことと記し、長女麗華ちゃんが京セラドーム大阪の特別始球式を無事に終えた様子を公開した。一番大切にしたことは、礼儀作法を一番大切にと話しました。きちんと言った通りにしてくれていて嬉しかった。ありがとうございます。と締めくくっていた。この投稿にファンからは、とても礼儀正しくて感心しました。始球式頑張りましたね。パパに教えられた通り、とても礼儀正しい始球式でしたね。と、たくさんのコメントが寄せられていた。ほ、とりあえず、なんとか無事に。市川海老蔵。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。